今回は1月に行われるプレミアム撮影会でどんなお写真が撮れるのかご紹介していきます。1月は13日、14日、15日の3日間がイベント日となります。13日は通常のドレス試着会です。リピーター様も多いので、通常のドレス試着会はご存知の方もいらっしゃるかと思います。プロのヘアセット付きでお好きなドレスを1着お召しになり、ご自前のスマホなどで撮影をしていきます。ご自前のスマホを使用するので、お好きなアプリを使って撮ったり、気張らずに楽しくドレスを着て撮影するイベントとなっております。14日、15日は今までと異なり、特別なお写真を残せるプレミアム撮影会となります。通常のドレス試着会と大きく違うのは3つ。1つ目はプロのカメラマンによる撮影です。スマホでは撮れない鮮明なお写真が残せます。カメラマンならではの世界観のあるお写真になるので、思い出に残る特別な撮影となります。2つ目は撮影ブースです。通常の撮影会も弊社ドレスサロンラレンヌにてレンガをバックに撮影を行っておりますが、今回は撮影ブースをしっかりと作り込み、写真スタジオのような素敵な撮影ブースで写真を残せます。3つ目はポイントメイクです。通常の試着会でもプロのヘアセットはついており、値段に対し満足の声をいただいておりますが、今回はポイントメイクも追加しております。一番お顔の表情が変わりやすい目元を中心にプロがメイクを施してくれます。特別なお写真撮りとなりますので、お写真に映えるメイクをしてもらえるのは嬉しいですね。撮影ブースは2パターンご用意しました。まずはラレンヌの店内を生かしてクラシカルをテーマにした撮影ブースです。もともとラレンヌでは内装にも力を入れているため、本物のレンガの壁を背景に、ラレンヌにあるアンティーク家具や高級なレースを用いてディスプレイしました。レトロなお写真やアンティークな写真、クラシカルなお写真が残せます。もう一つはナチュラルをテーマとした撮影ブースです。先ほどの茶系でまとまったクラシカルな印象とは異なり、爽やかな白背景に色とりどりの鮮やかなお花が幻想的にディスプレイされています。可憐さや透明感のあるナチュラルなお写真が残せます。こちらの2ブースはどちらかを選ぶのではなく、一組様どちらのブースでも撮影を行いますので、違う雰囲気のお写真が残せるのも今回のプレミアム撮影会の醍醐味となります。プレミアム撮影会は14日がソロバージョン、15日がカップルバージョンと日にちによって分けてお申し込みを受け付けております。ソロバージョンでは名前の通り一人での撮影となります。ドレスを着て素敵に写真を残したい方や宣材写真を撮りたい方などにもちょうどいい機会かと思います。最近では成人のお祝いでドレスをお召しになって記念を残す方も多いようです。もちろんお付き添いの方とのご来店も可能でございますので、親御様と一緒にお写真を撮りたいなどのご希望も叶えることが可能です。カップルバージョンでは2名以上の撮影が可能なお日にちです。フォトウェディングも予算で悩まれているカップルや、お時間がなくてお二人で記念の写真を残せていないカップル、結婚記念日や簡単な前撮り後撮りとしてもご利用いただけます。カップルと記載しておりますが、お友達同士やお子様とご一緒に撮影したい方もこちらの日にちのお申し込みが可能となっております。当日の撮影の流れはこのようになります。はじめにヘアセットとポイントメイクに入ります。その後ドレスへのお着替えとなりますので、前開きのお洋服でいらしていただけますと、お着替えの際にヘアメイクが崩れずスムーズです。ポイントメイクとなりますので、ベースメイクは皆様終えた状態でいらしてくださいね。ヘアメイクが終わりましたらドレス選びです。今回の撮影会が他のスタジオ様と比較しお安くご提示できている理由として大きいのが、ドレス選びの仕方の違いかもしれません。
事前に何着も試着をしてドレスを決めるのではなく、試着をせずにインスピレーションで1着を選んでいただきます。難しそうに感じる方もいらっしゃるかと思いますが、デザイナーやスタイリストがしっかりとアドバイスいたしますのでご安心ください。取り揃えているドレスはカラードレスも合わせて60着以上、すべてのお衣装がご結婚式でも使用している上質なクオリティの高いものとなりますので、ドレスサロンが企画した撮影会ならではの満足感を感じていただけるのではないかと思います。スタジオさん特有のアップグレードは一切ありません。どのデザインをお選びになっても値段が変わることはないので、心置きなくドレスを選ぶことができます。ドレスが決まりましたらお着替えをし、トータルコーディネート、アクセサリーもすべて無料でお貸し出しをしております。どんなアクセサリーがお好きかお伺いをしながら、選んだ衣装に合わせて素敵にコーディネートさせていただきます。お着替えが終わりましたらいよいよ撮影に入ります。先ほどご紹介した2つのブースを使用し、イメージの違うお写真を残していきます。撮影は30分ほどとなります。その後お着替えをし終了でございます。今回の撮影会はフォトスタジオでの撮影やフォトウェディングをギュッとコンパクトにしたようなイベントとなります。お支度時間やお衣装選びの時間を短縮することで、お写真のクオリティは損なわず破格なお値段でご案内ができます。他のスタジオ様でも似たようなプランはありますが、平均6万円前後となり、お安いプランですとお写真データが1枚や5枚など少なかったり、選べるお衣装が少ない、結果アップグレードでプラス5万円かかるなどが一般的かと思います。フォトウェディングや前撮り、記念撮影などをご検討されており、ネットでお調べになられている方であれば、お値段が大変お安いことに気づいていただけるのではないかと思います。ぜひこの機会にお安く素敵なお写真を残しましょう。お申し込みは詳細欄の URL より可能です。その他ご不明点や相談がありましたら、ラレンヌに気軽にご連絡くださいませ。